マジで面白い番組を目指すツナチャンネル、通称マジでツナ。あんまりのかさりにやもんね。始まり始まり。こっついかついかって動かしてれば怒られろ。はい。いや久しぶりだね。こんな声出せればな。わざわざとやってるよけ。そうだよ、わざわざやってるんですね。はい、今回はですね、まあ見ての通りコロナウイルス、うん、今すごい流行ってるからね。うん、どう思いますか？コロナウイルスどう思いますか？そうか。え？俺ってね。うん。向かい喋ってよ、線にするのはダメだ。そっか。うん。食べていいよ。食べていいの？いいよ。好きですよ、チョコ。だから食べだすよ、麺も。うん。今ですね、国内外の発生の状況。あ、どうぞどうぞ。感染者数が1万2000を超えてると。で、死亡者が317。で、国外だと261万人も超えてる。食べて。どうぞどうぞ。そっか。うん、これ、ここにあるの食べてよ。ああ、ありがとう。うん、俺はすっぱねえだね。いやー、こんなに人が感染して死んじゃってるんだけど、どう思う？うん、こんなにすごい好き。うん、いやほらコロナウイルス今ね危ないじゃん、うん、まあ、なんか感染もすごいし、うん、死んでる人も多い。そうか。どう思う？俺はね、うん、何が何がって言われるからね、うんうん、頼むよって言ってた。誰に頼まれてるの？え、何を頼まれてるの？何本もある。はい、まあ危機的状況の中、手洗いうがいはきっちりしましょうと。で、今あの中国から発生したんだけど、うん、なんだ、中国の市場から発生したみたいに言われてるんだけど、実はそこじゃないんじゃないかって言われてるんですね。どう思われますかね？おらよく聞いてねばな。うん。うん。何食べたっけ。ありがとうございます。で、中国の海鮮市場が指摘されてきたんですけど、うん、何ですかね、このウイルスを体内に持つとみられるコウモリが売買されていた痕跡がないんだって。本当はコウモリじゃないんじゃないかって言われてて。うん、発生源を今探してるんだけど、それが研究所じゃないかって言われてるんですね。どう思う？いや、今度はお告げ聞いてねばな。うん。うん。おめっちだの、わかるって言われる。適当だべ。バッチャ適当だもんな。うん、だよな。バッチャ的には、うん、コロナウイルスどう思う？結局あれなかなか大変にゃ。かけない。うん、おめえとにかけおらえにくならば取ってないんじゃ、そんなんて。何の話？あ、マスクを普段つけないってことね。ああ。いや、噛み合ってないな。顎はみ出てるね。もうちょいしたら、うん、こんな感じ。こうやって予防しなきゃいけないと。まあ今感染が高まってるからね、なんかあんまり外に出ない方がいいよね。うん、ねえ、どうした？頭ばっか見てるけど。何か気になる？全然。本当？うん。なんで帽子見てんの？なんでそこだってこと髪切ったって。え、髪出てる？いや、え、出てないよ。あ、そっか。うん。変だかやればだ。わざと作るみたいのかなと思って。まあね、収束が見えないんだけどね。
いつまで続くかなっていう、うん、バイキンが広がってるの今。あ、そっか、うん、危ないよ、外。そっか、うん、だからタバコ飲む食べるんだな。タバコはあんまり関係ないから。あ、そっか。マイペースだな。マイペースだな。うん。元気だよ。何が？実際にコロナウイルスになって、もう自分は関係ねえやってなる人もいるらしいんだよ。うん、ね、もうその人が出て歩いて結局広がったりとかするらしいから。うん、ん？聞いてる？バッチャ話聞いてる？まあ、特に都会とかは電車とかバスとかやっぱそういうのが交通手段メインになっちゃうんで移りやすいですもんね。そうだ、言うの忘れてたけど、コロナウイルスの感染者の、まあ、症状っていうのが、まあ、軽い症状の人だったら喉の痛み、咳、鼻水、熱、だるさ。大丈夫か？風邪ひいてない？今、何食べてる？だるさ、だるさとか、うん、熱とか、うん、鼻水とか、出ない？そういうのもやっちゃって。バッチャが。え？はい。で、重症の方ですと喉の痛み、咳、鼻水、熱、だるさ以外に呼吸が苦しいとか、あと咳で37度5分の前後の発熱があったりとか、熱もあるみたいな。ん？で、体調が悪い時は4日様子を見てくれと、まあ、外に調子に乗って出ちゃダメと。もう忘れろな。忘れて外に出る？何年忘れていいんだか悪いんだか。どうしたの？なんかやさぐれてるね。え？ん？バッチャ不良？うん。不良なの？ヤンキー？夜か。まあコロナで不安になってる時のなんか相談窓口みたいなのあるみたいなんで、まあどうしようかなってなってる人がいたら、まあ実際に検索して、まあそこに相談してみるのもありかなと思います。今のお歳になるっけ？なあ。いや聞いてないよ別に。うん。30歳。そんたにえ、何そんたにって。いえ、若すぎでしょ。うん、40歳。うん、俺。うん。何なるの？若いでしょ、40。94歳。90何歳。ありがとうございます。よいしょっと。はい。OK。まあ、ということでですね、まあ、コロナウイルスについて今日お話しました。じゃあ、最後に締めよう。コロナウイルスについてどう思いますか？ということで、じゃあ皆さん気をつけていきましょう。さよなら。うんだな。